条文が長いので六法等で確認してください。中古車の売買契約をしたとします。買い主は売買代金を払いましたが、売り主は債務不履行の状態だとします。この場合、売り主に既得性がある場合は損害賠償請求をすることができます。既得性とは故意や過失などのことで、売り主が車を故意に壊した、うっかり壊したなど、簡単に言えば債務者のせいでという意味です。条文中にある債務の本旨に従った履行をしないとは、引き渡し日に引き渡さない履行地帯、整備してから引き渡すはずなのに整備をせず引き渡すなどの不完全履行のことを言います。一項をまとめるとこうなります。債務不履行があり、債務者に既得性があるときは損害賠償の請求ができる。二項は店舗賠償についての規定です。条文上では債務の履行に代わる損害賠償であり、履行利益の賠償とも言えるでしょう。履行利益とは、買った車を転売して得られる利益のように、債務が履行されていれば得られていたはずの利益のことを言います。一項の要件が揃っていて、次の要件も揃っていれば履行利益の賠償請求をすることもできます。一つ目は履行不能であるときです。二つ目は明確に履行を拒絶したとき。三つ目は契約を解除したか、契約を解除できるときです。今回の解説は以上です。お疲れ様でした。